第1位が、最も何が売れてるのかっていうと、とにかくこれは売れてないっていうのが、どっちが商品化するかっていうのはですね、はい、本日はですね、ジャパンメディアの人気商品と不人気商品を発表していきたいなというふうに思います。ということで、いつもですね、毎月売上発表というのをやってたりとかして、今月売上発表 いくらしましたって、こんな赤裸々なチャンネルないんやけども、こんな赤裸々に喋ってるんですよ。でね、その中で新商品出たりとかいっぱいある中で、まあ、こっちにバーンって今画像ここ出てると思うんですけど、このここに置いてる椅子とかもあるし、さらにまあこういう時計とかもね、ノベルティでさせてもらってたりとか、いろんな商品を僕作らせてもらってるんですよ。でそれを日本製だけで作るっていう話してて、まあ多分これ見てくれてる方はご存知だと思うんですけど、メイドインジャパンにこだわって作ってるという、まあシンプル、高品質、日本製、この3つはもう絶対ずれへんっていうテーマで作ってるので、あんまりそう派手なもんが出てきたりすることはないんですけど、まあそうやって作ってる中で、じゃあ何が売れてて何が売れてないのっていうところをね、ここも包み隠さず発表していこうということで思っておりますので、そんなことでいきたいなと思います。まず最初はですね、トップ5から順番に何が順番に売れてるのかっていうのを話していくんですけど、一番最初、このジャパンメディアが始まった最も最初のアイテムって何かっていうとですね、この第5位なんですけど、第5位というのがですね、こちらのですね、釣り網機で編まれたパーカーでございます。でこれが一番最初に作って、最初もともとグレーだけやったんですけども、まあ人気やったっていうことで、そこからねブラックが出てきたり、でベージュが出てきたりで、2023年今年もまた新色出るんですけど、それはね以前コラムでもちょっとちらっと発表したんですけども、ブルーがね、今年は出てきますので楽しみにしておいてくださいということで、僕も実際工場に行って、こういう編み方でこういう工夫の仕方してこうやっていくということで、そんなん分かった上で、こういうニットって表地と裏地と間のひっつける生地っていう3つの糸を使ってやるんですけど、それを極力まで太くして分厚い生地にしたいんですっていう要望を叶えてもらって、かなり厚めのパーカーができたということなんですけど、これがですね今実際現実まで350着ほど、販売してるということで、まあ値段がね3万6000円ぐらいするね、パーカーが350着売れてるって結構な数やなと思ってね、ほんまありがたいなと思っております。もう売り上げだけで考えたらね、パーカーがこれ一型だけで1000万以上売れてるって考えると、非常に僕もねこだわってよかったなっていうのを思います。っていうのもなんでかというと、こういうね金具の部分を金属にしたんですよ。でこれって最初はねシルバーでやった時はそこまでみんなね反応してくれへんかったんやけども、カラー展開が出れば出るほどそのゴールドとの相性がめちゃくちゃいいんですよね。だからまあ僕自身も気に入ってて、まあ、あの皆さんも気に入っていただいて嬉しいなっていうのが第5位です。で次に第4位というのが何かと申しますとですね、こちらの、ね、財布でございます。でこれは普通のマネークリップとあと小銭入れを一緒にしちゃったっていうね、超画期的なアイテムということで、これも開発まで結構時間かかったんですけど、マネークリップ単体はあるんやけども、小銭と一緒にひっつけちゃえってことでね、まあ、ひっつけて作らせていただいたんですけど、これもね、535個、販売させていただいておりまして、追加で発注もさせていただいております。で次ね第3位に行きたいなと思うんですけど、第3位が何かと申しますとですね、こちらにあるんですけども、スビンコットンのカットソーですね、これも非常に人気で、半袖そして長袖ロンティーバージョンってあったりはしてたんですけども、これがもう残念ながら廃盤となってはいてるんですが、ジャパンメディアの方では人気のアイテムということで3位に食い込んでくるほど、かなりファンの多かったねアイテムになっております。これちなみに943点売り上げたということで、実はねあのこの秋か来年の春ぐらいに復刻する予定なんですよ。復刻するって言ったって、今までスビンコットンっていう糸を使ってて、まあ だいたい世界でもトップ2ぐらいの糸を使ってたんですけど、次トップ1の糸を使ってね作り直そうかなと思ってるので、またそれもね楽しみにしていただければいいかなと思うんですけど、まあそこもまあ どこまでできるか分かりません。っていうのも正直値段は絶対高なるから、もう販売できひんぐらいの値段になるんやったら多分やめると思うんですけども、まあそこもどうしようかなと思いながら、今いろんな生地屋さんとお話してるので、まず楽しみにしてくださいというのが第3位で、次第2位行きたいなと思うんですけど、第2位が何かと申しますとですね、こちらのボディーバッグですね。まあもともとはブラックだけ作ってたんですけども、パッパッてこう使えるぐらいの、まあこういう私服とかで回せるようにということで作ったらですね、1273個ということで、1000個以上、作っていただいてます。まあ今まで紹介したパーカーも財布もカットソーもボディーバッグも全部そうなんですけど、全部手作りなんですよ。だから工場さんとかもね、まあ嬉しい悲鳴上げていただいて、また追加発注ですかとか、また追加ですかとかって喜んでいただいてるんですけども、まあ継続的にねこれからもどんどん発注していきたいなと思ってますし、あとお客さんの中にはね、自分買ったんはええんやけど奥さんも気に入ってくれたから奥さんに渡したっていう人もいていれば、あと親にあげたとかね、親にプレゼントでおかんにあげたっていう人もいてたりとかしてて、一人の人がなんか 3つ買ってるなと思ったんですよ、ね、なんで3つ買ってんやろなと思って、実際会った時にね、あの日本一緒で会った時聞いたりしたら、実はこれ親と嫁さんのと自分の3つ買ったんですよって、あそれで3つ買ってくれたんですねっていう方もいらっしゃったぐらいなんで、愛用していただいて本当嬉しいなと思ってます。まあここにもね作ってる様子っていうのは映ってるかなと思うんですけども、まあ、ほんまにね一個一個革の状態
から裁断していったりとか、コバ塗っていったりとか、縫製していったりとか、ほんま細かい作業なんですけど、洋服からねボディバッグも全部そうで、そういう企業さんがあって成り立ってるということなんで、まあ極力そういう姿っていうのは今後も映していきたいなと思ってますのでね、また楽しみにしておいてください。で次ね、第1位に行きたいんですけど、第1位に行く前に何かと申しますとですね、ワーストですよね。とにかくこれは売れてないっていうのがはっきり言いますけどもあります。で2つありまして、この2つに関しては、先に何点売れたか言うとですね、なんと1点ずつしか売れてません。で1点しか売れてへんアイテムっていうことなんですけども、まあ、アイテム自体が悪いっていうよりかは、まあ、人数欲しい人が少なかったんかなっていう、まあ、それがアイテムが悪いわけじゃないんやけどもね、僕が悪かったんやけども、そんなことで、まあ、2つもざっと紹介すると、こちらのね、トートになります。え、トート売れてないんって思うかもしれないですけど、この辺は売れてるんですよ。この辺は何やったらちょっと人気あるぐらいな感じなんやけども、売れてない色があるんですよ。この色だけ1点しか売れてなくて、あとはもう追加で生産してるぐらいなんで全然売れてるんですけど、売れてない色っていうのがですね、皆さんなんとなく想像つくかもしれないけど、この色味、赤はもう全く売れてないで、1点しか売れてなくて、この1点逆に買った人レアやなって、まあもしこれ見てたらね、あ、俺これ持ってるけど1点って俺だけって思うかもしれんけども、なんかまあ僕の視聴者さんとの相性が悪かったんか、まあ、こうやって見ると可愛いんやけども、こう並んでるうちにね、これとブラックもあるけど、並んでてどれ買うって言われたら確かに赤可愛いんじゃないですか。だから赤は1点しか売れてないっていうのが正直な意見です。で次にもう一個売れてないっていうのがピアス、18金のピアス、これも1点しか売れていません。で、まあ、これに関してはまだ販売して、数ヶ月しか経ってないんですよ。 3,4 ヶ月しかまだ経ってないから、まあ、売れてなくても仕方ないんやけども、まあ、そもそもピアスしてる人っていうのが少ないかもしれないので、まあ、1点しか売れてないと。だから逆にこれ見ていただいてる方で、え、18金のピアス俺買ってんけどって方はあなただけです。で、まあ、僕もつけてるから僕とあなただけっていうことなんですけどね、まあ、この2つはとにかく人気がないと思っていただいて、まあ、人気がないというよりかは購入者が非常に少ないと、まあ、逆に言うとレアな商品であるっていうふうに思っていただいてもいいんですけど、まあ、とにかくまあ、そういうことになってます。でね、最後第1位に戻りたいなと思うんですけど、第1位が、最も何が売れてるのかっていうと、数から先言うとボディバッグが1273円なんですけど、一番人気のっていうのが1500個売れてて、まあ、それが何かというとね、こちらネックレスになっております。で、まあ、僕自身も今こうやってつけてるんですけども、ネックレスとか、まあ、ブレスレットとか、このシリーズはまあ同じシリーズなんですけど、特にネックレスが多いですね。っていうのも、普段ネックレスつけへんねんけどっていう方が購入される方多くて、まあ、普段からつけてる人って結構派手なのつけるじゃないですか。で、まあ、こういうシンプルなのつけるのってあんまり目立ちたくないとか、さらっとつけたいぐらいの人には多いと思うんですけど、そういう方に非常に買っていただいているということで人気があります。でね、まだサンプルなんですけど、皆さん見ていただきましょう。実は全く同じシリーズのアンクレットも作ってるんですよ。で、アンクレットで25センチと27センチもね作ってて、まあ、同じシリーズやから夏場とか足にチラッとあったりしたらね、おしゃれかなと思って、この春ぐらいからね販売がスタートする予定ではあります。ただね、こういうシルバーのって素材をね海外から引っ張ってこやなあかんから、素材が1回切れちゃうとね、次2ヶ月先まで入ってこへんとかがあるから、素材がある時はねいくらでも作れるんですよ。こっちの日本で作れるんですけど、素材がない時っていうのはガンと仕入れやなあかんから2ヶ月待ちとかになっちゃうんですけど、まあ、ある限りはね、工場さんにお願いして作っていただいてるということで、まあ、これもね、まあ、ネックレスは販売してまだ今までちょうど1年ぐらいですかね、1年経ってないかなぐらいなんですけど、まあ、皆さんに気に入っていただいてね、喜んでいただいてるんじゃないかなと思います。ただ今年ね、もうちょっとね勢い伸びてきそうやなっていうのがね、フリース、ここにあるんですけどもね、実はこれも新色があるんですよ。で、新色があってちょっと見ていただくんですけども、ではね持ってきました。まあ、黒は知ってますよね皆さんね。で、ブラウンも知ってますよね。そう、どっちかが出てくるんですけども、この2色の候補があります。カーキなのか、それとも、まあ、コヨーテっていうんですかね、まあ、ベージュか、このどっちかは商品化します。で、これが、どっちが商品化するかっていうのはですね、4月29日のポップアップでお披露目します。だから4月29日の段階でどっちかが商品化しますって札貼ってますので、それのどっちかが商品化ということになりますので、楽しみにしておいてください。で、まあね、動画の方ではまた5月とか、4月後半とかでまた言っていきますのでね、また楽しみにしておいていただければなということで、トップ5からパーカー、そして財布、カットソー、ボディバッグ、ネックレスという順番でね、皆さんにご購入していただいております。まあ、今後ねできたらね、皆さんにいただいたレビューっていうのあるじゃないですか。商品ページにレビューあるんだけど、それを全部印刷してね、工場さんに持っていこうかなと思ってるんですよ。こういうご意見がありますよ、こういう風に皆さん喜んでくれてますよっていうのって、意外と工場のこの作ってる人らってどうなってるか知らないんですよ。どういう製品になって、どうやってお客さんに行って、どう喜んでくれてるかって知らんから、それを僕が逆に伝えていってね、こんだけ喜んでくれてるから、またよろしくお願いしますってやったら、多分お互い嬉しいじゃないですか。そういう風な活動もまたしていきたい、活動というか分からんけど、まあ、そういうね、まあ、変な趣味が僕ありますので、まあ、そういうことを続けたいなということでね、まあ本日は売れてるアイテムと売れてないアイテムっていうのをねお伝えさせていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
拓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。